長沼線は国鉄バス、北海道旅客鉄道、JR、北海道バスの自動車路線である。札幌都市圏の路線のうち、主に北広島市、長沼町、南幌町の路線で、主に長沼営業所が担当する。2006年4月1日に各系統名設定が行われて以降、長沼エリアという故障で案内されている。本路線の歴史は、 1947年に札幌と中央長沼を結ぶ路線として開設された長江線に橋を発し、同時に北広島自動車区が開設されている。これは北海道における開拓輸送を強化すべく開設されたものである。その後1949年までに旅客輸送についても開始、中央長沼と両を結ぶ長瀬線が開通している。 1969年には札幌都市圏の利用者像に対応するため、まず札幌自動車営業所から厚別自動車営業所が分割されたが、これが札幌都市圏における国鉄バスでは数少ない都市圏輸送の端緒となった。1982年には札幌市営地下鉄の開業に伴うダイヤ改正が実施され、輸送力はさらに増強された。 国道274号経由で大岩駅まで至る大岩線については廃止され、長沼線は札幌都市県輸送に特化した路線となった。一方で、長重線の内北広島駅江庭駅の一部区間と、中央長沼江庭駅の一部区間は廃止された。江庭市内区間の案内上の名称は江庭線に変更されている。また、2001年から、 絵にはコミュニティバスの運行の一部を自宅している。2003年には長下線の内長沼町内郊外路線が長沼町 A バスに移管された。2010年12月1日から絵にはコミュニティバスの路線再編による統合により絵には線は休止となっている。2010年現在の長沼線は国道274号を基軸とし北広島市郊外部や長沼町 南ポロ町を主要鉄道駅と連絡する。大谷地駅、北広島駅が主な拠点の駅である。2020年4月1日現在。札幌市交通局との連絡運輸は、大谷地ターミナル上野っぽ駅通関、新札幌駅、青葉町2丁目上野っぽ駅通関、JR 札幌駅時計台全館で適用。乗り継ぎ割引に関する概要は、 札幌市営地下鉄の立木割引を参照。JR 札幌駅で待機中のもみ参考521-4956-347、沼温泉行き537-9978-38、南ポロ行き531-43102010年10月1日、南ポロ町内の経路を変更し、終点を南ポロから南ポロビューローに変更。本校に記述したすべての系統を、 長沼営業所が担当。北広島線は、厚別営業所も担当する。北海道中央バス、JR 北海道バスの北広島市、江庭市周辺の郊外路線が念図。ありがとうございます。